ん、こっくりさん、生徒会長がギリ負ける生き物を教えてください。お、くん、り、お、ね、つまり一連の騒ぎの原因はラグビー場に埋められた吉田さんの怨霊の仕業だったのです。いや、マダニが原因だそうだ。で、見つかった？ん？ごめん、それ俺食べちゃった。マジ？マジ？シグロ元気そうじゃん。俺見てそう思うか。直せと言ったはずだぞ。おっさんが可愛いを作っている。虎杖悠仁です。好みのタイプはジェニファー・ローレンス。よろしくお願いします。スクナの指回収するんすよ。ほとくとは危ないんで。なぜ？え？あ、すまん、術式解くのを忘れてた。だから迷惑だっつーの。あれに話しかけんの？ちょっと恥ずかしいな。ちっ、おめえもだよ。見るからに芋臭い。絶対ガキの頃鼻くそ食ってたタイプ。東京東京東京ウィーラブ東京。え？リリリリ。それでは行き先を発表します。六本木。お前なんで呪術高専来たんだよ。なんでって、田舎が嫌で東京に住みたかったから。そんな理由で命かけられんの？今度こそ飯行こうか。ビフテキシース任せなさい。立派寿司はな、寿司が新幹線に乗ってくるんだ。うわっ。運転手さん、この子回転寿司初めてなんだ。国道沿いの駐車場がバカでかい立派寿司まで。どうしよう、それどうしよう。大丈夫だ、こいつが出入り口の匂いを覚えてる。あらまあ、乾杯。ジャキジャキありかけのジャキ。だから殺し合って小僧が勝ったら無条件で、俺が勝ったら俺の縛りで生き返る。いいぜ、ボコボコに。始めるけど、そこで見てるつもりか。お、フルチンじゃん。ちょっと残念。恥ずかしいんすけど、誰？おかえり。おっす、ただいま。こっちが呪力で、こっちが術式。なるほど、わからん。つまり、これからちょびりぐな術式を身につけると。いや、ユージには呪術は使えないよ。ダメだこりゃ。霊眼とか挽回とか。呪力を使うときは常にブチ切れてなきゃいけねえのか。確かに伏黒もいつもキレ気味だったかも。玉剣。まった。見学の虎杖悠仁くんです。富士山、頭富士山。お花だ。先生、俺は大丈夫。そいつを追って。嘘、ヘラ。どうもすみませんでした。このレベルの呪霊が徒党組んでるのか。楽しくなってきたね。ひとつき映画見て僕と戦ってを繰り返す。先生と、ひとつき後俺生きてるかな。はい、先生。はい、ユージ君。交流会って何？同じクソならより適性のある方を。出戻った理由なんてそんなもんです。暗いね。私はこの人を信用しているし、信頼している。でも尊敬はしてません。そういや俺、美術さん以外の補助の人知らねえよ。まあ、虎杖君が生きてるって知ってるの私だけですから、必然的に引きますよ。虎杖君、タマ、誰かいる。えジャンベ。大体どこの先生。やめなさい。持ってかないで。ユージ君、どう、晩飯食べてかない？ちょっと迷惑だろ。ん？私の飯が迷惑？これは外来種の幼虫だ。毒があるかもしれない。みんな触っちゃダメだ。
スーから拾ってみたら給食の糸こんにゃくだったんすよ。ウィルソン、ウィルソン、許してくれ。ひどい。